お、始まりましたね。お、え、新年明けましておめでとうございます。画質悪っ。画質が異常に悪くない？こんにちは。あ、ぜひ皆さんコメントを書いてください。てかまずその前に今日は YouTube でやるって言ってたんですけど、その YouTube できなくてごめんなさい。すいませんでした。もっとBGM。あの BGM でかかったりしたら言ってください。声が聞こえないよとか、皆さんのこの言葉が頼りでございます。こんばんは、元気です。リポビタンで飲みます。一回できないんですよ。すごい。なんでずっと新年なの？やっていいですか？じゃあピットで、はい、うまい。ヒロスさんキャスって言ってたのでんってなってました。これはなんていう名前なんですか？ツイッター、ツイッターでのライブ、ツイッターでのライブ配信だよ。ちょっと一回つぶやきますね。生配信やってますって、これ固定にすればいいよね、うん、ちょっとみんな待ってね。これ固定すればいいってことだよね。そう。じゃあ誰かってみんなみんなもちょっと一回ちょっとツイキャス閉じていいから。俺のちょっとリいツイートし、あのリツイートしてもらっていいですか？いいねではなく、すいません。一旦拡散していただいてもいいですか？これを一旦消え、あの消えるっていうか多分悪いですね。あの去る。アウトしていただいていいので、ちょっと僕が今つぶやいたものをちょっと皆さんに。親御さんから友達までみんなにちょっとやってください。はい。コメントも見れるのかな？どうやってコメント見るのこれ？コメントはさ、そっちの PC の方で今自分のアカウントのが出てるから、うん、で最新のやつであるでしょ。あ、てかこれ、あ、あったあったあった。あ、拡散しました。あ、出ました出ましたコメント。ありがとうございます。リツイートしてきました。ありがとうございます。リツイートしてください皆さん。感謝です。さあ、ということで、なんやかんやで100回、本編が100回、本編が100回を迎えたという、はい、ちょうど今、裏で公開されてます。あ、ちょうど今、あ、そうか、金曜日ですもんね。ありがとうございます。で、もう俺らが一番不安だったのが、あ、てかそうだよね、なんでこう、どういうこと。いや、俺も聞いた時、なんで時間合わせるんだろうと思ったよ。普通に終わってから公開すればいいじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます皆さん100回。 ありがとうございます。そう、正直再生数とかも結構なかなか微妙な中、なんとかその収益がついたんです。まずそれを皆さんに言いたい。収益ができました。ありがとうございます。イエーイ。ふー、お、いいね、いいところ BGM。 これさ、なんかたまに縦になっちゃうんだよね。これたまに縦にしないでください。なんで。いや、本当にね、収益化できたことがまずめちゃくちゃ嬉しいんですよ。本当に皆さんがいっぱい見てくれたおかげなんですけど、でももっと見てほしい、もっといっぱい、その大量に見てほしいので、その全員にそのちょっと見てって、あともうあの見なくてもいい、じゃあ再生して。例えばちょっと今日お料理しようかなと思った時に、なんか BG 足りないな、テレビつけるとでもテレビ見れないし、なんかこう画面は見えないからなんかなっていう時に、なんて言うんだろうな、ラジオ感覚でいいのでこう見ていただけると、例えば歩く回とかね、あの傘さしながら、ああいう公園時間とか雨の音も聞こえてちょっとリラックスできますし、あ、今日も広瀬いいね見返しました、嬉しい。チャンネル、チャンネル登録してます。チャンネル登録してます。ありがとうございます。友達に勧めた、あ、嬉しい。そう、だからもう最終、なんて言うんだよ、極論か簡単に言うと、そう、簡単に言うと見なくていいんですよ。だから寝るぐらいで再生して、だから朝晩、そうで再生リストにして、したら強制的に再生されるから、うん、回してほしい。なんていう悲しいことは言いたくないです。ぜひ皆さん見ていただければ嬉しいです。そう、本当に皆さんの PC からじゃコメントできなかった。あ、そっか、 PC じゃコメント、ちょっとだからもう無理だねこれ。コメントと多分ツイートもう無理。じゃあコメントしなくても大丈夫です。なので、あのこれを見てください。今見てください。え、大丈夫ですよ皆さん。
日の瀬いいねがあるから毎週金曜日が大好き。うわ、こういうこと言ってくれて嬉しいですね。嫌いだね。本当に嫌い。お母さんにも勧めました。嬉しい。やめといた方がいいんじゃないか。メイクしてる時見てます。ああ、そういうのいいですよ。メイク中とかね、うん、ちょうどいいですから。こんにちは。こんにちは。友達に広瀬くん面白いねって言われたよ。いい褒め言葉だよね。いいじゃない。褒め言葉だよね。可愛いじゃないね。スマホに向かって話しかけてるの面白い。あ、すいません。ちゃんと顔見ます。でもカメラもスマホだからさ。どっちもスマホだ。マナーって言うんですよ。マナーありがとう。とりあえずちょっと、そうだ、今日も企画やっていきますか。早速ですけど。時間限られてますからね。じゃあちょっと、広瀬いいね、広瀬ダメねってちょっとつぶやいてくださったんですけど、いいねから見ようか。さあ。あ、もう、トラブル。あ、そうね。いいねだと褒めるということで、ちょっと。これなんだっけ？ニコチョンチョン？あ、こうね。あ、こうね。日本よりでこう。こうやん。スマホ。日本よりでスマホ。はい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 。パソコン使えないんだよね。終わりだよ。上からいくじゃない、花さんが最近ハマってるフォールガイズで初優勝しました。フォールガイズってさ、一回ちょっとやりましたね、寺島さんたちと、うん、で、優勝しました。褒めてください。優勝とかなんか、偉い。1位で最後に生き残ったかもしれない。すごいね。あれって難しい。難しい。難しいよね。難しいし、まだやってる人がいるんだ。危ないね。思考性が良くてよかったよ。いや、そうなの、すごい。褒めてください。ハマってるゲームありますか？今ハマってるゲームは、今やってるのはダイパリメイク。ダイパリメイクをやっと四天王まで倒して終わったって感じですね。はい、ゲーム実況また見たい。お、やりましたよ。あ、いい、BGM ちょっと欲しい。来週からですって。乗る。来週からですって。ミルセンだけどめっちゃ難しそうなの。いや、すごいね。優勝おめでとう。あ、そう、サクサク。はい、次。来週からですって言って。来週からです。ゲーム実況。ゲーム実況会があるそうです。あります。ね、うん、ぜひ皆さん。なんで下打ちさん。あ、違う。下打ちしてないから。下打ちっていう。そうそう。下舐めずに。よくある、なんだろう。吹き替えとかである。っていうやつです。今日は鎖骨ありますか？どうありますか？セクシーショットじゃない。今日もないね。ちょっとまだ。これ多分アップしようとするとまた縦になっちゃうからさ。あ、そっか、そうね。ポポロさん、いいね。本編100回記念おめでとうございます。ありがとうございます。褒めるとはちょっと違うかもしれませんが、来週誕生日なので祝ってほしいです。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアポポロ、ハッピーバースデイトゥーユー。大学生シンデュアリティのリアル吹き替え実況。ああ、そうなんです。ありがとうございます。そう、シンデュアリティっていうあのゲーム、あのプレイステーション、あのこの間の出てこない。東京ゲームショーだ。東京ゲームショーで発表されました。私出ますので、メインで。すごいんですよ。プレイステーション5でマジめちゃくちゃかっこいい。メカ。ついに俺メカ乗れるんだよ、こうやって。はい。だから自分が出たゲームをさ、やればいいってことだね。うん、う、シンデュアリティはこれは実況やります。じゃあ発売されたら。まだ発売が決まってません。来年とかですかね。鋭意制作中でございます。もうバンダイさんの相当すごい、二見さんっていうね、もう本当相当すごい最強の P が作ってますので、ぜひよろしくお願いします。そう、グラフィックやばすぎて、本当にやばいのよ。本当にやばいから。へぇ、もう買わなきゃね。その前にますね。はい、あ、はい、マリナさん、ユーヤさんに近づきたくて可愛くなる努力をしています。褒めてください。嬉しい。あとゆうやさんの好きなタイプも教えてほしいです。うーん、なんだろうな、でわがままの方が僕は好きですね。ちょっとこう振り回される、ちょっと振り回される方が、これやりたい、こうしたいってもうめっちゃ言われる方が、お話もずっと喋ってくれる方が僕は意外と好きですね。はい、楽だもんね、その方がね。好き、なんか違うな、全然違うな。楽だもんねじゃないの。いや、その方がなんかこう意思を伝えてくれるか嬉しい。アイナの実況みたいな。あ、でもそう、1回ぐらいやっぱアイドリッシュ7もやりたいですね。せっかくですので。あ、ダイナミックコードの実況。あ、初めての乙女ゲームね、前昔出た。あ、それもいいね。自分のさ、乙女ゲーム系をさ自分でやるっていうのもいいよね。
なるほどね。いや、やっぱいいわ。こうやって皆さんのアイディアが本当出て、ちょっとメモっといてください。今配信使ってるからメモれないな。あ、そうか。みんなメモれないか。動画がメモみたいな。そうね。そうだね。後で見るわ。後で YouTube 上げますから。その黒 T は寝巻きなん。うん。ああ、寝巻きみたいなもんですよ。だからそれヨーグルトついてるんでしょ。ヨーグルトつけてないわ。こういう飛び散っちゃったじゃない。ガラガラ。あ、ブラハとかね。あ、いいね、いいね、やりたいね。夜さん、あ、これね、公式さんの写真見るとすぐコンビニにキノコの山買いました。褒めてください、えらい。ちなみに台湾で買うと350円でした。日本ではいくらで売ってます。これいくらでしたか。200円しないぐらいですかね。200円しないって。この2つ、2つじゃないよ、1個で。あ、間違えた、1個、1個、1個。どっちが好きって。キノコの山とタケノコの里、どっちが好きですか。これはもう答え決まってるからね。ああ、せーの言う。せーの、タケノコの里。ああ、絶対タケノコだよ。キノコ、なんでせーので言うって勝手にこの4人でやってるの。異常でしょ。今さ、配信してここのみんなとやるのよ。何せーので言うよとか言ってさ、家でやってよ、そんなのは。今みんな異常に、え、もう言ったみたいになってる。すみませんね、ちょっと慣れてないもんで。あ、でもタケノコが多いですね。いやー、タケノコが多い。タケノコさんが多いですね。チョコがうまいよ、キノコ。俺チョコ嫌いだもん。知らないのよ、メタルさんの意見は。ごめんなさいね、皆さん。あ、でも聞こえてない、聞こえてないことね、顔。そうなん、指向性があるからね。聞こえてない。はいはい、ちょっとどんどん読んでください。皆さんはどっちですかって聞いてますよ。あ、僕はタケノコです。はい、ありがとうございます。あ、ミーさん、エロージョンのライブまでに、え、半年近くで9キロ落としました。マジで、まさかの最前真ん中でガン見しました。褒めてください。すごい、9キロも素晴らしい。嬉しい、ありがとうございます。ちょうどエロージョンのライブやってたんでね。嬉しい、見てくれてありがとうございます。すごいな、9キロ。あ、かなさん、明日職場の幼稚園の運動会です。まだ終わってないけど明日頑張れるので褒めてください。頑張って、幼稚園の運動会。まだ終わってないけど当然じゃない、だって明日なんでしょね。ということで、ちょっともう二度と口を開かないでください。はい、勝手に場に雑言や始めるのやめてもらっていい。頑張り、入ってこないで。どうしてさ、頑張って言ったら頑張れるのでって言ってるでしょ。どういう時間ですか。すいませんね、本当に。見られず、褒められたら頑張れると思ってでしょ。当たり前のことなのよ、それが。みやびさん、テスト勉強をゲームもせずに頑張ってるので褒めてください。偉いね。ついついやりがちだからね、こう飽きるとね。でもこれをもう、今これを見てくれてるってことは勉強しないってことだから。まあでも嬉しい。一回勉強を置いて、このツイキャストをちょっと見ていただいてね、ちょっとリラックスしていただければと思います。はい。エロジョン、ありがとうございます。はい。ひなみさん、ヒロス1周年記念の時に出したパーカーを着てます。おー、猛暑パーカーチャレンジ。これは本命はもう一番、これはスタッフ陣も喜んでおります。ありがとうございます。ほら、拍手を。嬉しいですね。せっかくこうね、ひなみさんからいいパスをいただいたので、一応ですね、あのグッズが発売されておりまして、あのグラスとかね、広瀬いいねグラスがありまして、あれでレモンサワーを飲むと格別にうまい。お酒じゃなくてもめちゃくちゃうまいですからね。氷たっぷり入れて飲んでいただければと思います。そしてパーカーにはね、後ろにね、俺の、あの時は何でしたっけ、下北ですかね、で撮影した写真がちょっと後ろにプリントされているので、え、あ、グラス使ってるよ、ありがとうございます。そう、ぜひ皆さんそういう感じでちょっと来ていただければと思います。ナタンさん、今日の放課後学校に残って看護技術の練習をしてました。えらい、看護学生として勉強と技術の練習を頑張ってるので褒めてください。えらいね。だからここで差がついてくるからね、このみんな学校帰るけど、この残ってこう努力することでね、いずれ差がつきますから。いや、素晴らしい、ナタンさん、ありがとうございます。そんな忙しい中、この配信も見てくださってますかね。まあでもちょっとアーカイブも残りますから、明日 YouTube にアップ、そう、明日 YouTube にアップするの で、 で YouTube 版は最後に YouTube 版だけの特別な映像がついてる。あ、YouTube 版は明日その YouTube だけの特別映像もあるので、今日見た人はもう一回再生していただいて、最後頭から、ね、頭から飛ばさずに見ていただいて、最後に映像があるらしい。頭に後ろについてるかも、途中に入ってるかもしれない。探してくださいじゃん。ありがとうございます。なので、今ね、ちょっと忙しい方は後で後ほどアーカイブで見ていただければと思います。ありがとうございます。あ、そうなんだ、やった、嬉しい。そうなんです、 YouTube でね、ちゃんと配信されますので、アーカイブありますので、そう、ゆったり、はい、特別映像を楽しみ。でもこれまた特別映像とか言うとさ、多分騙されたって多分ふざけるなって思う人もいますけど、うん、嬉しい。
明日の仕事頑張れ、あ、そう、明日仕事の方ね、全然無理してた、ありがとうございます、はい、偉いです皆さんね、はい、ひな、メロンパンの子のひなさんね、はい、うん、そう、アカウントにメロンパンになってる、もうすぐ実習が始まるので頑張れるように、そう、2人手にしちゃった、そうそうそう、実習が始まるので頑張れるように応援メッセージをお願いします、友達と見てます、応援してます、実習頑張って、何の実習なんだろう、確かに何の実習ですか、むしろいたらコメントいただけると嬉しいです、俺はやっぱ保育の資格持ってますので保育実習は行ってましたからね、同じような感じですかね、友達と見て、友達は俺のこと知ってるのかな、登録してチャンネル、知らなかったらじゃあこの好き機会にチャンネル登録をお願いします、やばいゆうやさん大好きすぎる、あ、だそういう方もいますからね、キャニメプライム会員限定イベントをお願いします、あ、そうね、せっかく会員限定登録されてる方向けに3人招待でやりましょう、じゃあ3人プライム会員3人招待3人招待でロケ同行、ロケ同行さ、疲れちゃうからね、もう置いてってくださいもういつもう帰っていいですかつって車で追いかけていいよってあ、今実習生が来てるが、あ、それもありますね、そうね、だからもう長く勤めてる方は広瀬に会いたい、友達みたいな人が混ざってきてますね友達がいるかな、はい、あ、お友達に広瀬布教中です、嬉しい、布教していただけると思います、嬉しいです、はい、香里さん、実はキキカップ焼きそばを見て、うわ、こんそんなの見てくださってことで嘘嘘、見てくださって嬉しいよこういうの、キキカップ焼きそばを見て面白そうだったので日清のカップヌードルを砕いて食べましたおすすめはシーフードとカレーです君いいね、ちょっと香里さんうちで働かない、ちょっと一緒にシーフードとカレーです、やった海苔を褒めてほしいです、えらい、こういうのやってくれたら嬉しいですよ、じゃあ僕も今度やってみます、シーフードとカレーね、でちょうどなんか今広瀬くんの歌ってみたが見たいというコメントがあったんですけど、実はすでにもうありますので、これが終わったらぜひ見返して調べてみてください、天体観測といろいろとあってます、新しいの、そして新作も出ますので皆さんぜひよろしくお願いいたします、はい、次、ペースやっとくと終わんないか、終わんないか、ちょっとじゃあちょっとダメでも行こうか、うん、一回ね、ちょダメでも行きますね、ちょっと皆さんもつぶやいてくれますか、じゃあいいやつを選んでもらうか、いい感じ、これはっていう、これはこれぞって、すごいのスタッフ陣から人気なのはあったよ、ダメで、じゃあそれ行こうよ、優先的に、ダメでダメで、じゃあ俺がちょっとそれ出す、ちょっとスタッフ陣から絶賛された、スタッフ陣が絶賛したダメねがあるらしいので、今日犬のトリミング実習してきました、あ、すごい、トリミングとかもあるんだ、悲しいオーブかダメね、だからいつかファーストテイクを、違うのこれね、ファーストテイクなのこれさ、みんなに信じられない、信じてもらえないんだけど、今歌ってみてあげてるやつ、あれ何の編集もしてないからね、そのまんまよ、だから音質がちょっと割れてたりとかも、まあ、そこもまた味として、あれ本当に何の一発撮りですので、これちょっとそれを踏まえてもう一回見てほしい、うん、編集なしですよ、ちょっとエフェクトかけたりとかもしてませんので、そのまんま、はい、スタートで一番フルで歌ってますので信じてますってコメントした嬉しい、信じて、本当なの、信じて、こうなの、本当だから、そう、ファーストテイク、ほら、やっぱほら、知らない人多いね、本当これファーストテイクなのよ、確かに言ってなかったね、言ってなかった、今度じゃあつけよう、ファーストテイクってちゃんと、これ本当一発撮りだから、ちゃんと分けて撮ったらもっとうまく歌えるからそこだけは覚えててみんな、そうだ、ね、あ、へえ、すげえじゃん、いや、歌うわツンデレみたいなツンデレ P がいるな、ツンデレプロデューサーがいる、もう本当に信じてるよ信じてくれてる人が何人かいる、あれ出てこねえ、ちょっと増えちゃったかな、ダメねが若干、ナベさんあれ出してダメね、うん、最近広瀬さんのファンになりました、うわ、こういうの嬉しいですよ、あった、最近とかも嬉しいです、ありがとうございます、広瀬さん、はい、僕らから絶賛の、あ、ちょっとサプさんから絶賛された、絶賛というか、なんかこれはぜひやった方がいいみたいなね、この今真ん中にあるピンクのアイコンのやつ、はい、じゃあ次ダメねいきます、こけしさん、この間一人やけくそ飲酒をしたら吐いて新しい服を汚しました、髪にもつきました、でも飲酒やめられねえんだけど叱ってくださいいやこれはちょっとでも俺らもちょっと叱るのは申し訳ない、気持ちがすごいわかる、じゃあ行ってみようか、バリ雑言辞典適当に言っておきますよ、バラララパン、あ、こっからなんて言えばいいんだろうな、ちょっと不適切な表現発言が出ますけども、あくまでこれですので、はい、皆さん飲酒やめられないってことね、
これ本当言っていいんだよね。いや、怖いキャラだから。いいんだよね。使えそうなのある。うん、じゃあこのページに出てきたものを全部使いたいと思います。全部使っていいけど使えそうなやつを。こけしはほんとずぶといな。その酒飲んで汚してるんでしょ。もうやめなよ、図に乗りすぎなのよ。ほんとにもうだからそのさ、その分からないわけでしょ、自分が飲んでるペースも。すっとんきょうなのよ。もう、ほんとに。もう、しょうもない。ちょっと待って。これ違うんですよ。あの、思ってないから、これ、バリゾーン来てんだから。もう、すっとこどっこいだね。これ、あの、バカ野郎って意味です。赤バンされないんだね。いや、これが、違うんですよ、皆さん。一回、行った後一回謝罪するから。今、不適切な発言、すいませんね。ごめんなさい。失礼しました。はい。なので、こけしさんごめんなさいね。はい、次。あ、でも似てるわ。その下の、ゆいなさん。先日断片的に記憶なくなるほど酔って両親にうざがらみしちゃったので叱ってください。翌日両親面白かったと話します。いや、いいよ、辛味酒の方が面白いよ。はい、じゃあ次。え、適当に来ました。はい、えげつないねーあんた。あんたえげつないわ。あ、得て勝手だね、本当に。あなた得て勝手、得て勝手の身勝手。そうやってさ、自分が飲んでるやつとさ、人に絡むんでしょ。もう得て勝手すぎる。もうなんか得体が知れないね、あなた。本当に得て勝手すぎて得体が知れない。えげつないね、本当に。あくまでこれのこの中の内容でございます。はい、次。さえぴ、広瀬くんの演じられてるキャラクターのグッズが増えすぎて部屋にあふれ返ってます。綺麗に片付けるために数を入れてください。いや、めちゃくちゃ嬉しい。こんな嬉しい発言にさ、俺バリ増音しないといけないの。嬉しいですよ。いや、いいよ、いっぱいになってください。はい、止めました。いっぱい、サエビはさ、俺のグッズ何いっぱい増えすぎてんの。もうマジゴーさらしだね。あの、恥さらし、恥さらしとも言います。マジゴーさらし、ゴーさらし。あ、そのなんかゴーつくばになのよ。そうやってそのいっぱいいっぱいにしてさ、本当にもうあのなんか今ね、イライラしてるでしょ。だからもうゴーが煮えてるよね。もうゴーが煮えくり返ってる。もう本当にこのゴーさらしが。ちょっと待って、これ本当にこれさ、今追加開いた人さ、マジでさ、やばいよね。ちょちょコメントでこれ企画ですって。そうで、ちょっと注意書きね、これ企画、みんなこれ企画って言っといてね。ありがたいね。普段罵られる側だからあんま慣れてないん。ちげえわ、誰が誰が普段罵られてる側やん。もう煽られてる。本当にごめんなさい、失礼しました。のり塩ドーナツさん、すぐ無駄遣いしてしまいます。特技は浪費です。止められるように叱ってください。じゃ止めますよ、ペッ。はい、特技が浪…これちょっと待って、これは言えないね、さすがに。おー、いいね。本当だから、不甲斐ないね。本当不甲斐ない。ほんと不甲斐ないし、そのノリ塩ドーナツ風情が無駄遣いするなんて、ほんとにあのマジでこれ以上やるなら袋叩きにするから。ほんとに袋叩きを一人で他人数を取り囲み散々に叩くこと。逆ね、ほん今一人で他人数を取り囲みって言ってたけどさ、それどういうこと。え、書いてある、一人で他人数5でしょ。そうそうそう、一人を他人数で取り囲み散々に叩くこと。袋叩きにするからね、本当に。はい、不甲斐ないね、もう。海さん、英語ローマ字か、UMI、海さんだったかな。ダメねの方ね。今は今年受験生なのですが、あ、実は今年受験生なのですが、集中して勉強に取り組めません。あと協定、共通テストね、120ほどしかないのに、広瀬君に叱ってもらって、これからは怠けた時に聞くようにしたいと思います。あ、じゃあこれが毎回再生されるわけね。ちょっといい感じの。ストップ。いやらしいね、本当に。いやみったらしいね。なんか色ぼけしちゃってんのよ。全然その100日でしょ、100日しかないのに。ダメよ、その色ぼけしてるし、そのなんか曰くありげに聞こえるね、その感じは。てかあなた自体が曰くつきなのかね、もうね。本当にいやらしい。これ聞いてさ、やる気出ないでしょ。ムカつかない？なんでお前にそんな言われなあかんねんってなるでしょ。ごめんなさい、これ企画なのですいません、本当に。
ゆいさん、朝一人で起きれません。ひそくそ頑張ってそれは。もう来た。いいじゃん、もう罵倒したじゃん。いやこれは言っちゃダメでしょ。あ、いえ。いやこれは言っちゃいけないね。これはちょっとさすがに。そういうのはね。あ、一つ一つ一つやる。ああもうゆいさんは手に負えないね。もうね、本当に手に入れたからこれさ選ぶとさちょっと弱まってしまうんですよね。手に負えない。もう王か否か、王か否かです。王か否か、イエスかノーかこれちょっと無理だな。あ、これはちょっと言えないな。次のページ行こうか。マジその起きれないんでしょ。おかちめんこすぎる。武器出た、武器量な女を罵ること。いや言い方悪いのこの辞書。おかちめんこさあ、朝起きれませんっていうの俺に言うなんてお門違いだからね。そんなのマジで臆病者。ちょこれ待って、ほんとはい、これです。一回一回これです。こういう企画です。皆さんぜひ嫌いにならないでください。これ大丈夫のかな。え、大丈夫だよね。大丈夫これ。俺死ぬ、死にたくない俺。でもどんどん増えてる動説が。ほんと嬉しい。じゃあなこさん、食欲の秋、関係なしに食欲が止まりません。学生の頃はいくら食べても太らなかったのでよかったのですが、二十歳を過ぎてから食べたものは全て蓄積されるように徐々に変わって、ある程度セーブをしないと太ってしまうようになりました。今は一日一食を意識してます。え、すごいじゃん、もう偉いじゃん、やってるよね。いいでしょうね。ねえ、もう素晴らしいじゃん。だからもう食欲の秋じゃないのにさ、でも足んないよって言われたのかもしれない。ボケ。ちょっと待って。ボケ。本当、あの頭がぼんやりして理解力記憶力が衰えることですよ。ボケというのは。え、解説です。ボケ。かわいそすぎだよこれさ。頑張ってさ、一日一食頑張ってるやつにボケって言われるの。シンプルに。ボケ。本当にだ、こそ、いやもうだ、頑張ってるからね。うん。ボケだけにしよう。ボケ。どうしようかな。あれこれどうやってやんだっけ。それ日本指で。あ、これ更新できないんですか。一番上に行って。あ、そこ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 、こうかこうか。ごめんなさいね。ああ、シャトルさん、今日の朝のことなんですが、昨日の夜にアラームを設定せずアニメを見て爆睡してたらバイトに帰国しました。6時10分にバイトの人からモーニングコールで起きて。早っ早っ。え、何のバイトなの。それ早いね。何のバイト。パン屋とかね、パン屋さんとか。もうびっくり、よかった。いや、ちゃんとまともなことも言えるやつ。びっくりした、よかった今。何言ってんだよ、職業差別だよ。6時10分にバイトのモーニング遅刻で済みました。再発しないよう叱ってください。でもいや、偉いよ、6時10分でしょ。はい、これさっきの人、さっきのやつ。スーパーの早朝品出す。あー、早朝品出しね。それで夏来たっぺか。いや、それはだからもう身から出たサビなのよ。その起きれなくなってるのは身から出たサビ。本当にその見境がないよね。そのだから起きれなんていうの、もにこされて遅刻、少しの遅刻で済みましたっていうのが言い訳だね。もう俺はあなたを見くびってるよ。見くびる。見くびる。ほんと、もう、見えぼ。人によく思われようとしてるものを罵る言葉。見えぼしてんのよ。ほんとに。どういうこと。いや、ごめん、じゃあ、ね、このページに書かれた言葉しか言えないのよね。その見えぼがあったじゃないの、この見えぼが。見えぼだけどね。バリ厳しいってきた。今、このチャトルさんから。今シャトルさんを読んで、シャトルさんからバリ厳しいって人。こんな言われると思ってなかった。夜空さん、私広瀬くんに憧れているのと自分が興味を持っているのもあって、声劇部、声の劇部に入ってるんですけど、掛け合いをしたりアドバイスをいただいたりと、たくさんお世話になった先輩方がもうすぐ卒業で切り替えなきゃと思っていて、でも悲しくてできそうにありません。切り替えて集中するよう叱ってください。いや、これ悲しいね。めちゃくちゃ悲しいけどね、本当にそれは。声劇部とかね。
だからさ、そういう何お世話になった先輩切り替えるとかもうね、鉄面皮だね。忘れるな。恥を恥とも思わない厚かましい人間。ひどすぎる。本当に出放題。もう口から出まかせでしょ。本当に。デブはダメだな。これは言っちゃいけないね。うん。良くない本当に。はい。鉄面皮だね君は。本当に面の皮が厚い、厚かましい。そんなことないよ。どこが厚かましいのよ。フレアさん、お金貯めなきゃいけないのに、はるかくんのカードがどうしても欲しくて予定より多く課金をしてしまいました。いすみはるかくんですね。いやこれもう俺にとって嬉しいよ。こんなのなんで叱らないといけないの。悲しいよ。もうおめおめとさ、課金してさ、おめでたいやつだな。ほんと愚か。そのお金を貯めたいのに課金、もう愚か。もうだからあなたもおもらいをして生きるしかないね。おもらい、金銭食べ物を人からもらって生きていく。もう君はおもらいの人生しかない。ほんとおめでたい人間だよ。違う、ほんとごめんなさい、違うのよ。嬉しい、今後も。いやこれこういう企画なのよ、マジで。ごめんねみんな。うわぁ、ユニオンから沼ったとか言ってくれてんのにこんなやつだと思われたくない。違うのみんな、本当にごめんね。本当にごめん。クズやんって言われた。違うんです。違うんです、本当に。愚かとかさ、一番言っちゃいけないよ、ね。愚かなんて言っちゃいけないよ。あ、カタファン、アットマークゆうやくん。カタファン、私のカタファン、カタがファン、カタがいる。そんな行きたいですね。ゆうやくんにファンレターを送ろうと決めてから約3年が経ちました。おい、これはもうシンプルにダメじゃん。時点いらないよ。いらないよ。何してんだよ、早く送ってくれよ。今から送ってくれよ、カタファン。何3年も経ってんの。未だに勇気がなくて送れません。だから勇気、いや、何でもいいっす。もう一言でもいいし、そう、もう手形でもいい。もうなんて言葉を書こうかななんて大丈夫です。送ってくださるという気持ちが大事なので、もう何でもいい。そう、本当、あ、そう、言ってしまえば白紙でもいいから。本当に3年も経つ。3年も寝かせすぎで、どうして広瀬ダメだよ、打てるわけ、こんな気軽に打てちゃうのよ。なら、その感じでファンレター送ってくださいよ、本当に。何、カタファンさん、ちょっとってユチさん、広瀬くんよりメタルさんに罵倒されたい自分がいます。ダメだねだ、これがダメだね。それダメだね、これ罵倒だね。マジで、マジでこのやつ本当に、どうせあんたはアカンタレなんだから。弱虫で役立たず。本当に、いや、アカンタレなんだからね。メタルさんに言われたらもう心折れちゃうから、本当に悪妻だね。その夫や家庭にとって芳しくない妻。悪女め。違う、ごめんなさい、本当にごめんなさい、一回帰ります、すいませんでした。はい、次ね、気をつけてくださいね、本当に皆さん。ちょっと、お、さっさーさん、ライブに行くのが楽しすぎてやめられず、お金が貯められません。8月の土日は毎週ライブに行っていました。いや、いいことですよ、このエンタメ業界を作って。ダメでじゃないのよ、さっきから。ほんともう今のね、発言ね、虫ずが走る。すごいのね、吐き気がするほどの事実だった。虫ずが走るね、ほんとに。もうムッとする、今の。もうムッとするわ、ほんとに。仕事も無駄飯食いでしょ、どうせ。仕事もしないのに飯だけ食ってるわけでしょ。本当に虫ずが走る。ごめんなさい、違うんです。さあさあさあ、ありがとう、本当にこういう方がね、いてくださるから。ひどーって、いや本当に違うのよ。ひどいよね、ごめんね、本当に。すいませんでした、本当に。ちょっと怖いから一回いいねいきます。これ以上こんなのやったらマジでやばい。いいね、皆さん、いいねの方も行きましょうね。ちょっとね、いいねもちょっとつぶやいてください。はい、あ、ヒーリさん、あまりにも勉強がわからなすぎて塾で泣いちゃいました。
本気で勉強しろって叱ってくださいに広瀬いいねだな。違うんだよ待って違うな叱ってくださいになっちゃってるからまあじゃあ一応叱りますか。いいねで来ちゃってるんだけどね。はいポン。もうその塾行って勉強してるの泣いちゃうんでしょ。元も子もないね。それはもどかしいね。その気持ちわかるよ。でそのもったいをつけるのやめよう。もったいつけるのやめようよ。もうだからその泣けばいいしだこのなんか塾行ってとかがもう持って回って言い方なのよ。トンマーシャン言い方ほんと持って回ってる。もどかしいよ君。本当にもどかしい。うん本当にもどかしい、ゆまこさん叱ってばっかもいいけどそろそろ褒めようね。辞典の言葉で叱られるとか無知みたいでいいな。なんであんたがわいを罵ってきとんねん。好きじゃないのよ。ありがとう。お、ゆいさん、ゆうやくんに手紙送るねって言って1年経った。今日出してきたよ。素晴らしい。そう、今からでもいいです。いつでも。嬉しい。ゆちさん、実は一昨日から仕事9連勤です。頑張ってるので褒めてください。今日は配信のために早上がりした。早上がりして罵られるって辛すぎるよ。仕事頑張って頑張ってきてさ、バリ雑言時点でさ、特殊な人だね。本当に。いやでも偉い。本当に、いや素晴らしい。ちょっとでもね、そうだ、休むことも大事ですから。9連勤はちょっとすごいね。働きすぎよみんな。うん。ちょっとみんなのコメントも拾いましょうかね。辞書有能すぎ。いやそう、この辞書面白いよね。いい辞書だね。今ちょっとね、もう多分高くて、中古が。でも中古しか出回ってなくて、バリ雑言辞典は今高いらしくて、中古しか出回ってないんだって。高いんだよ。皆さん図書館でね、ちょっとみんな図書館でこれをゲットしようということです。皆さん板橋図書館で借りてきたらしいですこれもうだって一番最初にさ、もう浅ましいっていうのがさ表紙に浅ましいがあるんだよ。いやだよね。言動が人間らしくなく卑しいありさまで、そのような人を罵る言葉だって俺本当誰が考えたのねえ、文章的に全然伝わらないバリでも。いやそうなんだよこれね。意味合いを見ると面白いんだけど、でもちょっと意味合いが結構ねハードだから、この意味合いまで言っちゃうとちょっと使えなくなりそうでね、ごめんなさい、ね、皆さん。関西弁好き。いやいやいや関西弁、ちょっと関西弁になっちゃいました、ごめんなさいね。ファンレターってゆうやさんにちゃんと見てもらってるのかな。もちろん全部読んでます。僕はいつも見るときは何個か溜まって、それをお酒をちょっとほろ酔いの時にとか、なんかちょっとオーディション落ち続けてちょっともうダメだな、はあ、ってなってる時に皆さんのファンレターを見ると、いやこうやってちょっとまだ見てくれてる人いるなと思って、もう一回ギアを上げて頑張れますので、ぜひ送ってくれると嬉しいです。全部ちゃんと目を通して全部見てます。ありがとうございます。フォアレーゼのために頑張ってる。 ありがとうございます。そう、10月9日来週が岐阜県に行きますので、私岐阜朗読がありまして、そう岐阜でやるので、皆さん初なんですね。初岐阜。岐阜ね、俺らもついてって。そうか、楽しいかなさ、このご時世だからご飯とか会食もなくて、セブンイレブンのコンビニ弁当を食べるしかないらしい。マジで。別にそれね、セブンイレブンさんがどうのこうのじゃなくて、だからそういうなんかあんまりこう密にならないようにっていうので。じゃあ俺たちはギフタンメン食べよう。なんかさ、岐阜なんで作るの全然違うやつだから作品が。悲しいよね、岐阜の美味しいもの食べたかったのにな。悲しい。ゆうやくん最近働きすぎない。いやいやいや、もうね、仕事があるだけありがたいんです本当。でも今だけかもしれないからね、本当今年が一番こうありがたいことにお仕事させてもらってるので嬉しい。前バイト12連勤してました。働きすぎ、本当にそれ働きすぎですよ本当怖いカンペで一旦ビリビリ行きますかって言ったんだけど行きませんよビリビリは。いや一応企画があるんで。企画があるの。そう、視聴者参加型のクイズ、視聴者参加型のクイズがあるんだって、はい、じゃあ一回読むの、一回ちょっと一回ストップしますね。ちょっとまたコメント拾えばまたビリビリが終わったんです。はい、じゃあ一回ちょっとコメント一回いいです、ごめんなさいね。はい、何ビリビリどんなのがあるんですか。これを終了するちゃんと説明して。この僕ら大好き、みんな大好きなこのメタラさんの声聞こえてるのかな。聞こえてる、あ
はい、じゃあお願いします。怖い、この曲。これ知ってる人いるのかな。どう、皆さん、これ知ってる人いますか。これうるさいね、みんなね。ちょっと恐怖の魚のゲーム。あ、ビリビリ界めっちゃ面白かった、ありがとうございます。AJ で見たやつ、わ、そんな猛者がいる。アニメジャパンで見た人いる。毎回やりたいもん。やりたいね。恒例にしたい。音やばい。この音怖い。この音聞くと思い出す。いや、そうよね。ほんで？で、クイズな、クイズというか、視聴者の方にも参加してもらうんですけど、視聴者の方にも参加していただくクイズがあるそうです。視聴者も電気を流す。広瀬さんが電気流れてるかどうか当てるっていう。はぁ、だから、広瀬さん、俺が電気流れてるか当てる。広瀬さんはどっちでも演技、痛いって演技でもいいし、そう、こう我慢してもいいし。え、本当に電気流れるの？分かんない。いや、これは俺ら4人でやるから。あ、なるほどね。4人スタッフさんとやるんだけど、俺が今電気を本当流れたか流れてないかをみんなに当ててもらうってこと。そう。そんで、でも広瀬さんは押さないの、握ってるだけ、うん、俺を逃げることもできないの。そうだよ。だそれじゃないとさ、ずっと勝ったらしょうもないじゃん。確かに。で、坂山さんも、いや怖い、もう怖い、俺本当に怖いんだよこれ。よ、本当に怖いんだよ。エクストリームじゃない。待って、俺本当に怖い。ノーマルね。一人だけ、一人だけだから。いや、だから広瀬さん押さないから、俺らが押すか押さないかっていう。本当に怖い、本当に怖い。俺らが押すか押さないか。いや、俺これもこれやると俺手が震えるの。ちゃんと我慢してね。でも流れたかどうか分かんないように頑張ってね。そう。じゃあ俺が2つやるから。俺本当に痛いんだよ。まあでもバリーゾーンを言った。怖い怖い怖い。怖い、本当に怖い。本当に怖い。視聴者の皆さん当ててくださいね。流れてる、流れてないか。どうですか？流れてます？演技？どっちかな？どっちかな？演技上手いからな、分かんないかな、これは。さあ、どっちでしょう？上がるかな？さあ、どっちでしょう？どっちかな？さあ、これは難しいんじゃない？これはやっぱ演技上手いっすからね、広瀬さんは。演技派だからね。さあ、どっちですかね？まあ、流れてるっていう。ほら、わざとらしいなって本当はある。ほら、演技上手だ。うるさくて草。うるさくて草はやばい。声でかって言われた。こういうことだよね。当たってる？正解は流れてるに決まっちゃう。マジやばいね。やっぱ新品の電池。新品のエボルト。新品の電池？めちゃくちゃ痛い。耳えぐれたって。ごめん。やっぱ発声がすごかったよね。そうだね。本当に発声が出たから。俺は後で 見返しそうだ。惜しいな。声でかすぎて。じゃあもう一つクイズ。いや、もう嫌だ嫌だ、もうそれ嫌だ。いや、電気クイズじゃないのかな。イントロクイズがあって。イントロクイズ。誰も用意してない今のシーンは。誰も用意してない。やっぱ新品の電池は痛いね。イントロクイズがあるんですよ。イントロクイズがあるの。何イントロクイズって。イントロクイズってのは今までの放送の回いろいろあるじゃないですか、はいはい、100回あるじゃないですか、はいはい、そのうちのどれかのイントロ5秒を流すんで、冒頭ね、誰が分かんそうなの。それを当ててください。視聴者さんもじゃあ一緒に。そう、これ視聴者さんのコメントも見て、広瀬さんがこれって言って。じゃあ私のこの広瀬の YouTube をいっぱい見てる猛者の人はもうイントロ聞いただけで、あの回ねみたいな、 あれね、あの時の回ねみたいな。死ぬほど見ましたよ、ね、コメントできました。どういうイントロっていう、そのもうわらわらって。じゃあ例えばどういうイントロかっていう例を出します。はい、例があります。そうです。聞こえるかな？ちょ音聞こえるかちょっとチェックしてみて。あ、いけるかもって言ってるじゃん。多分自信ある。YouTube プレミアムから。めちゃくちゃ宣伝が今広告が入ってます。今バックグラウンド再生で音楽を。この広告分かる人いるかな？じゃあこの広告分かる人いる？ああ。でもなんか戦いっぽいよね。はい、っていう感じです、うん、今ので分かる人いる？聞こえる？今の聞こえた？聞こえました？ YouTube プレミアム、これは YouTube プレミアムですね。これ広告に当てか当てことになってる。その後の、あ、なんだっけ、聞こえました。え、分かる？聞ける？絶対分かんないね。最近のやつだ。あ、え、すごい？さすが。うわ、すごい、最近のやつだって。え、すごい。っていう感じでいきますね。さっきはどれだったの？さっきのは
広瀬の部屋シャープさんですか。広瀬の部屋シャープさん、そんな分かるわけないだろ。誰が分かんねえそんなの。聞き焼きそばの回、聞き焼きそばの回まで当てたら怖いって。の頭です。じゃあ待って、何も聞こえない、助けて。あら、あ、じゃあちょっともっと近づけるね、これを。うるさすぎる。じゃあちょっと調節して。いける、うるさいかな、聞こえてる。あ、聞こえてるって。じゃあちょっとさっきぐらいで、じゃあもう、じゃあいきますよ。じゃあ本番いくよ。本番いきます、うん、何のゲームこれ。5秒ね、冒頭5秒ですよ。いい、冒頭5秒、スタート。はぁ、何今の怪しい映像。音何なんかの。結構ね、でも分かりやすい。この音は、分かるわけないじゃん。広げてれば分かる。待って、ごめん、まだ見てないって言うと。見て全然分かんない。もうちょい近づかない。もうちょい近づけ。あ、でも今音声いい感じですよってきた。いい感じ。ちょっとさ、ちょっとヒント教えて、もうちょっと、ちょっともうちょっと進め。ゲストいる、ゲスト。ゲストいます。ほら。散歩って言ってる人がいる。あ、散歩じゃない。散歩じゃないそうです。回答権3回までだから。ちょっとじゃあ1回ね、1回コメントしたね。じゃあちょっともうちょっとなんか後半中間とか。中間、うん、イントロじゃない、分かるわけないもん、このイントロ。聞き広瀬。じゃあ、そうだね、中間行く。あ、激辛食べに行ったやつ。違う。じゃあヒント、もうめっちゃヒントいくよ、これ。あと1回しか広瀬さん。はい、ヒント皆さんも聞いてください。どういうこと？なんか怒ってるよね、俺。これどういうこと？うん、こっち全然ブレブレじゃんみたいに言ってるよね。うん、分厚いみたいに言ってる？で、こっち側から喋るからって最後です。俺こっち側から喋るからって言ってる。どうですか？コメントは皆さん分かった人いるんじゃないかな。分かった人いるんじゃない？あ、観覧車って言ってる。あ、荒川ね。荒川の会って言ってる。では確かに。どう？いい。それでかっぽい。持ってよ。なあれも分けて、なんかでもなんか怒ってたよね、俺。ブレブレって、ブレブレって言ってるでしょ。なんなんみたいな。ヒロさん配信されてるとこ見てる。どういうこと。このもう全部その空が分かりやすい。俺はこっち側が喋る。ブレブレだよ。ブレブレブレの声が誰か。そうね。え、誰か喋ってる。確かにゲストがいる。ゲストがいるってそうです。え、もうちょっと聞く。もうちょっと聞く。これは楽しいの、このゲームね。ほら、これはもう分かるでしょ。あ、みんななんか言ってるな。デート対決、デートのやつでしょ。デートのやつ、デートのやつ、デートのやつ。どうかいか分かってるよ、本人。ヒロシさん、最低だな。あれだ、あれでしょ、あざがみさんだ。ジー君がピークだけど。あ、ほら、合ってる。あざがみさんのゆうちゃんっていう、もうこんな俺の役名まで当ててる人がいる。あざがみさんのゆうちゃん。海に落ちたゆうちゃん。合ってる？合ってます。デート王で、あ、正解。正解。すごっ、マジ、これでみんなわかんの？マジか。すごいな、嬉しい、逆に。それはね、やっぱあざがみさんの声出たらもう、すぐわかるし。すごいね。特徴的ですから。デートもね、結構ね、その前に最初の時にもうデートって言ってる人がいるのよ。すごい、マスターがいる。すごいね。じゃあ、次の問題いくよ。次の問題いきます。これ3問正解したら1000円の甘ぎふもらえるから。1000円の甘ぎふもらえる。何が買えるのか知らないよ。1000円ごとでだってみんなちょっとあ嬉しい。これがみんながちょっとお願いします、協力して。いくよ。はい、いきます。次の問題です。高校入ります。高校入ります。一旦高校入ります。お願いします。高校入ります。高校終わります。いくよ。はい、高校終わります。始まってます。はい、あ、これは俺絶対分かった。俺も分かった。俺は多分みんな分かりますかね。俺今ので分かった。広瀬入試受からないさんと新規オタク。新規、いやいいよ、新規でも嬉しい。ちょっと今広告タイムが来てますね。そうだね、まあ、これもね、分かりやすいですよね。俺これちょっと分かったかもしれない。だいぶ特徴的だとは思う。俺がやってるでしょ、それ。お、だよね。そうだね、これは。あって言ってる人がいる。いるね。今ので分かったら、マジもモサすぎる。でもコメントで、何の広告だこれって言って広告じゃないの、もう。おっ、すごいね、すごいね。これで分かる人いるよ。泣いていいですか。分かんない、泣きそう。草めちゃくちゃ早い。草めっちゃ早い。もう一回だそうです。もう一回、これちゃんと耳澄ましてくださいね。いきますよ。誰がわかんねえ、こんなん。でも俺、
全部何が分かんない。オープニングで一番好きかもしれない。いいよね。これもこのオープニング一番消えるし。カラコレがいい。そうなんだね。めちゃくちゃ消えるだからね。分かんないです。ごめんなさい。反省します。違うのよ。こんなあの。じゃもうちょっといこうじゃん。うん、さすがにかわいそすぎる。このコンコン。あ、でももう。もうちょっといくとね、もう54話ですかって言ってる。わじゃない。俺らね、回避とかわで知らないんだよ。わからない。ちょっといこうか。いい、もうちょっと流すね。もうちょっと流してよ。今こそバリ雑言で叱ってください。なるほどね。暑いねこれも。これはもういけんじゃない？あ、そう、もうみんな出てるね。トキさん、トキさん、ばあちゃんち。そう、正解。ばあさん、ばあさんち。どうばあさんちです。ばあさんち会。しかも、すごいよ。これシャープ54。え、シャープ54？ え、すげえ。合ってんの？誤差がいる。どなた54回って言った人？すごいよ。すごいな。君はすごいね。今の、あ、すごいね。54話です。ちなみに俺らスタッフも誰も知らないよ。何回の回か何話か。変だろうって思ってたもん、ね。すごいね。嬉しい。なんかちょっと、なんか嬉しいな。すごい。なんかこの配信元気出るな。なんか見てくれてるからね。一人じゃないんだなって思うよ。これ一時期流れてたやつね。蹴られた誰か。誰か殴られたのあれ。それアバンだから、それコンペの関係ない。じゃあこれ行きますよ次。いい。行きます。はい。400円じゃ買えるよ。そうでしょ。ゲストさんの声で、ね。声でちょっと俺分かったかもな。あの方ではあるけど。え？え？ここじゃなきゃやっぱ。あの方でしょ。聞いてほしいな。無理。高めは無理。でもあの方の名キャ出たね。高めは無理。高めは無理。このクイズおもろ。長めは無理。もう今ので分かるわ。長めは無理で分かる。さあ皆さん分かるでしょうか。長めは無理。怒られるよ。本当に怒られるよ。あの方。ゲームマスターね、これね。そうそうそう。浜野さんのね。浜野さんのゲーム界ですね。正解。正解。もう一回、あの声もう一回聞かせて。長めは無理。ちょっと聞きたいね、もう一回聞きたい。あれ、ちょっと聞きたい。配信したい。高めはちょっともう無理。ダガメは無理。ダガメは無理。ちょっと出川さん。出川さんかね。ダガメは無理。おもろいわ。いや、浜野さん面白いな。面白い。またやろう。ダガメは無理。さあ、2問正解。あ、3問正解したか。意外と3問。やった。みんなのおかげでアマゾンギフトゲットした。嬉しい。じゃあ、クイズ正解。チェキ取る？チェキ取ろうか。あ、でも電話しようよ。あ、先にそうだね。電話だ。今日ゲスト。宿題今日。ゲストがね。今日電話すんの？うん。誰に電話しますか？誰に電話する？さっき会ったから。あの方ね。そう、さっき会ったね。そう、さっき OK もらったから。もう、8時から9時のどっから電話しますって言って、もう9時になっちゃう。やばいやばい。家で待っててくれてるのに。でも見てるかもしれない。あと6分しかないよね、6時。9時まで。見てる可能性はある。けどけど、天城って何かあんなと思ってるし。宣伝もしてもらいたいしね、うん、あのことも。はいはい。あ、もしもし、今の生配信になってます。お、ダメダメダメ、マイピーか、マイクは。あ、そう、喋ってください。生配信、はい、自己紹介お願いします。あ、高橋亮介でございます。あ、高橋亮介さん、はい、こんにちは。え、100回でしょ。100回です。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。涼介さんにも出ていただきましたし、しかも俺がコロナになった時にその涼介さんが代わりに行ってくださるっていう、本当に先輩にもう申し訳ないことをしたなということで、ありがとうございます本当に。いやいや、こちらこそ楽しい、いろんな体験させてもらいましたよ。涼介さんいなかったらね、100回は達成。そう、涼介さんいなかったらそう100回経ってないからね。本当涼介さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何、今日何時間ぐらいやっと、このもうその終わるところでギリギリに電話するっていう、涼介さんに申し訳ないことをしたなっていう。お客さんも飽きてきただろうしね、そろそろ、ね、うん、あ、もう終わんの。はい。あ、そうなんや。ちょっと声が聞きたくて、涼介さんの。あ、嬉しいじゃん。なんか僕見ましたよ、涼介さん今日ツイッターで、うん、なんかライダーかなんか出るみたいな。あ、そうです、仮面ライダー。ちょっとぜひ皆さんに宣伝を。仮面ライダーリバイスっていうやつの、あの V シネクストっていう作品で仮面ライダー出ますので、おぜひ見てください。
どんな役どころ、どんな役どころですか。ちょっとはっきりまだ多分言えないんですけど、その主人公チーム そのヒロミっていうキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターをまあこうなんていうんですか、こう治療している科学者です。なるほど、科学者も、はい、すごく画体のいい科学者ですね、なんてね、なんかね。すごいですね、もうヒーローもやってライダーもやってっていう感じで。いや本当本当、でもなんかそれこそ広瀬と一緒にやったグリッドマンからですね、グリッドマンもありますし、いろいろこういう特撮のものがウルトラもね出てましたし、嬉しいですよ。すごい、ぜひ皆さん見てください。ぜひぜひ。僕は出ません。1話も出ません。なんか広瀬もなんかね、ちょっと陽さんお願いしますよ。ちょっといい後輩がいるんだよ、ぞっと大江さんにお願いしといてください。私はちょっと言うだけは言ってみよう。お願いします。その締め役でいいからすぐ。いや本当おめでとう。ほら広瀬の特撮見てみた人、ほら、あ、ありがとうございます。亮さんごめんなさいね、こんな時間にお電話しちゃって。でもちょっと決めましょうよ。ありがとう。次亮介さんに出てもらって何するか決めましょう。亮さん次なんかしたいのありますか。やっぱもう一回筋トレ第2弾じゃないですか。それは違います。それは違う。いやいいです、全然いい、嬉しいですけど。筋トレをして追い込もうの第2弾。いやでもりょうさんやっぱ体というか、そのかなんかせっかくなら動きを使ったやつがいいね。だからゲーム実況とかよりはせっかくだから、今俺らが思ってるのはリアルピエンをしたいの。何リアルピエンって。ピエンゲームってしますか。こう見てください。知ってるかな、うん、何それ。コメントでぜひ言ってください。ピエンゲームしてる人ね、あのピエンっていうなんかなんて言うのね、ホラーゲームみたいな。そのピエンっていうあのクッションがあるんですよ、かわいい、ちょっとうるっとした目を、顔文字ね、顔文字、絵文字みたいな、はいはい、絵文字とかやるやつでしょ。 それのムキムキなバージョンが追いかけてくるっていう、ちょっとごめん説明が下手だな俺。ムキムキのピエンが追いかけてくるっていうのがあるんですよ。だからそのりょうさんムキムキピエンになってもらって、もう俺を追いかけ回してほしいです。それか俺もピエンになって違うゲストを追いかけましょうよ。だから、あ、いいよ、一緒にリアルピエンやってくれますか。いいよ、やるやる。お、じゃあ決定、決定しました。次はリアルピエン。全身黄色いタイツ履くんですよ。大丈夫ですか。全身黄色いタイツ履いて顔にあのピエンのクッション顔あるんですけど。大丈夫、俺 NG ないから。あ、そうそう、今ねコメントでそうこれって言ってる。そうこれこれこれ、あ、そう、このコメントのこんな感じ。皆さんあの見てる方、これがリアルピエンです。なんだよリアルピエン。ちょっとその辺は後ほど詳しくね、ちょっと詰めたいと思います。すいません、本当にありがとうございました。お電話出ていただいて、ありがとう。今後ともご贔屓にお願いします。いいね、いいね、出してください。はい、あ、ちょっとせっかくなんで、本当に口先だけですね。ごめんなさい、違う違う違う、ごめんなさい、これね、バリ増言、違う、バリ増言辞典っていうのを今やってて。さすがりょうさん。ごめんなさい、今バリ雑言辞典っていうやつでやってて、別にりょうさんにそんなこと言いたくないんですけど、今辞書聞いてたら。むちゃくちゃにしてるぞってこれ。ごめんなさい先輩、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。失礼します。はい、ありがとうございます。さすがりょうさん、分かったね。俺がこれでやってさ、えとかじゃなくて、おーいってちゃんと言ってくれるところが、ぶち壊してやるぞ、ぶち壊してやる。お前らの番組ぶち壊してやるぞって言われた。さあ、ということでね、1時間あっという間ですね。すぐだったね。ちょっとみんなの、そのなんかコメント最後見て、仕事ギリギリできたので延長してくれたらお喜び。あら、今来たばっかり。じゃあもうちょっと延長しようかな。5分ぐらい、2時間延長しようかな。もう一回じゃあクイズやろうよ。あ、面白かった。イントロクイズやる。いやでもそれみんなのコメントの方がいいんじゃない。勝手にこっちが楽しいってだけでさ、みんな本当に楽しいの。めっちゃ面白い。裏でやってきてる。せっかくいいねダメねでつぶやいてくれてる方が面白くない。あ、じゃあみんなあのイントロクイズ楽しい人がいたらそれじゃ言って、そしたらそれやるから、どっちがいい、コメント読むのとイントロクイズ。イントロクイズやるのと。イントロ楽しすぎた。あ、イントロ楽すぎた。あ、本当？自分でもいくらでもできるからね、うん、イントロもやるじゃん。バリ雑言足んないです。もっと面白いと。じゃあイントロも1問やって、あ、バリ雑言もちょっとやって、うん、じゃあ先1個やるか。じゃあイントロ今来た人がいるから、イントロの説明もおかしいよ。
すんごい本当難しいクイズなんですけど、今まで100個、広瀬いいねの YouTube が上がってると思うんですけど、その中の音楽じゃないです今回、動画の冒頭部分5秒ぐらいを流してどの回なのかを当てるというゲームでございます。さっきやったのは、あ、これはトキさん あのおばあちゃん家に行く回みたいな、そういう感じで当ててもらえると助かります。もっと罵倒してくれ、罵られたい人たくさんいます。やっぱじゃあもうこれやったら罵倒に移りますじゃん。欲してるね。え、酔っ払って退出しちゃった、またいるな酔っ払った人。おい気をつけて、懲りてないな。飲んでみるにちょうどいいから、で飲んでみてちょうどいい、確かに真剣に見るものじゃないこれは。片手間ね、あの全然トイレ挟めるやつだったこれ。うん、イントロむずすぎるか。そうね、イントロむずい、ね、ごめん、じゃあ1個だけちょっと一個だけやってね。スタッフさんがね、どうしてもやりたいって言うから、ね、私も酔ってる、嬉しい、みんなもうね飲んでいいよ全然。まだ本当新参者なので、ちゃんと過去の動画も見ていつかイントロも答えられるように頑張ります。なんていい子なんだ。いいんですよそんな、嬉しいですよ。だから最近なんかこう見てくださった方がいるってさっき、嬉しいなこれ。嬉しい、これでもツイキャスのっていうかツイッターのいいところかもね、こう気軽にポンって見てこんなんやってんだって。準備できました、準備できました、準備準備できました。ではいいですか、イントロドンいきますよ。冒頭の5秒いきますね。はい、スタート。あ、だめだ、まだこれまだですね。さあ、まだですよ、さあ。長いの、長いな、あ、来た。おはようございます、おはようございます、はい、いや、わかるわけないだろ。おはようございます、おはようございますってやつですね。何、もう一回いく、お、知ってるって言ってる。もう一回、もう少し続きを聞いたい。もう一回、同じ歌詞から。おはようございます、おはようございます、おはようございます。今回ゲストにって今大ヒントでしたね、うん、おはようございますってガラガラは多分車から降りたんだ ね、で今回ゲストが来ますって言ったよね。さあどうかな、さあみんなどうですか、焚き火、ドライブ、焚き火。あー、なるほどね、確かに。この BGM が最初っぽいんだね。ズシって言ってる人もいるね。ああ、じゃあもうちょっとロケーションは近いけどね。もうロケーションは近い、もうちょっと初回だっけって言ってる人も、はい、いやめっちゃめちゃ今日楽しみにしてましたし。どうかな、あれ、どうだ、これあれかな。これちゃんとこれあれだね、いつのできるの。あ、でもドライブ会じゃないって言ってる人いる、ね、分かんないか、俺分かったわ。もうちょっと申します、うん、これ分かんないの。今日はもっと、まあ、広瀬にも会えるし。ちょ、これ逆に当ててもらわないと、いやこれちょっと申し訳ない気持ちになるから、みんなちょっと当ててほしい。いや本当これ辛いのよ、これだけ分からないっていうのが一番、これはみんなともね、この間も僕も楽しかったんで、あれだったんですけど、ああ、なんであいついないんだ。お、じゃあ、広瀬よ、海賊って言ってる人がいるよ。あ、そうですよ、全然わらわらわら、新宿で待ち合わせしてですよ。朝の6時、6時、6時半ですか、あったね。え、広瀬いないで車で千葉まで来ましたよ、なんであいつはいないんだ。そう、ということで、おい、広瀬、海賊のやつです、りょうさんのやつ。なんでいないんだ、なんでいないんだ、声出てるな、声出てるよ、朝から。初見ですよって、初見見てるか、広瀬。なんで初見の人の目の前でりょうさんの回流すの。おかしいだろ。初見の人嬉しい、ありがとうございます。せっかくなんでね、こういうのもあります。でもこれはやっぱね、難しくていい。広瀬くんいない回流すの本当に笑うだよ。コロナ界って呼んでんのこのこと、みんな。そんな人いるんだ、コロナ界って。いいね、コロナ界も今度やろうね。じゃあ、ね、ってないね、正しいんだけどさ、ちょっと見ます。あ、リックさん、キャリバーさんじゃんって言われてる人ね。そう、キャリバーさんがさっき出てくれました。キャリちゃんですね。コメント読んできます。じゃあ、あのダメで見るね。メロリンさん、うん、私、あ、私も3年ファンレター貯めてます。この前便箋も用意したのにファンレター書いたことなさすぎて勇気が出ない。やっぱなんか、なんだろうね、勇気がやっぱいるのかな。だから本当送るってなってさ、ちゃんとしたこと書かなきゃって思っちゃうんじゃない。バリ雑言でいいんだよな。あのだから一かバチか書いてほしい。そのこのままだとマジイタチの道を切ることになるから。その交際や音信が全く途絶えることを言う。そう、イタチの道を切ることになるの、このファンレター送らないと。一かバチか送ってほしい。そのいそのいたけ
いたけだかな態度はダメよ。でも人を威圧するような態度、いたけだかになってはいけないからね。みんな分かったね。はいはい。なんだこれ、罵倒なの？罵倒じゃないの。次、いちごタルト。28日のニコ生の放送のコメント、めっちゃごじりまくりでした。殴っていいですよ。いやいやダメ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 だよ。28日ってなんだ、違うやつ。ああ、陽キャの方かな。あ、陽キャの、じゃあちょっと、あ、これさっきのやつ、愚かが見えた。裏切り者裏切り者め、誤字するなんて。あのね、君はね、売れ残りだね。売れ残りみたいなやつよ。すごい、マジでもう、馬の骨のような存在じゃない、君なんて。そのうまい汁を吸って生きてんでしょ、ずっと。苦労もせずにさ、その、もう、うろんってなんだ。うろんな態度はダメだよ、本当に。その疑わしく怪奇な様は良くない。うさんくさいのよ君は、本当に。ちょっと、なんでこんなこと、ごめんね、本当に。いちごたるさん、すいません。売れ残りはひどい。いや、まあ、シンプルに、ね、シンプルひどいだよね。ゆきさん、体の異変を感じていたのにすぐに病院に行かずに過ごしていたら健康診断に引っかかり手術をすることになり、とても不安な日々を最近過ごしています。なんですぐ見てもらわなかったんだと叱ってください。そして元気に会いに来てと励ましてください。でも広瀬ダメねです、やっちゃったよ、しょうがない、ね、これひどいね。手術をする人に向かって俺が今からかける言葉だよ。新規臭いお便りだね。最低じゃん、もう。あって最低違うじゃん。だって手術頑張ろうとしてる人に向かってさ、俺違うんだよ、これだからね。すごいページ開くな。新規臭いよ。でその君は元がシワン棒なところがあるからでしょ。非常にケチだからでしょ。だから見てもらわなかったんでしょ、これ。本当にもったいなかったんだ、病院代が。そうだよ、本当に。ちょっと待って、ひどい、ひどすぎる。手術を頑張ろうとしてるのにさ、神経臭いから。ごめんね、本当にごめん。俺それ違うんだよ、これ最低やんけって言って。最低だよ。あ、開いちゃったからって人いるわ。ほら、だから新規で間違えて開いちゃってこんなバリ雑言言ってるから、今ビビってる人がいる。辛辣、ゆうやさんひどい。違う、道徳心どこ行った。違うんだよ、これ。これ企画なの。しかも本当にそのページ開いてるか分かんないから、ね、あ、そうだ、最後に励ましの言葉。そうそうそう、マジで本当頑張った。マジでこれ本当に今のは俺嘘だから何も思ってない。でもまずこれを気づいて いけたのも偉いですし、こうもうね、どういう手術か分かりませんけども、辛い思いもすると思うけど、そういう時こそこのいいの動画を見て少しでも気を紛らしてください。元気は出るよ。でもこの配信を見なくていいから、また辛い気持ちになっちゃうから。でまた元気になった時にお会いしましょう。イベントでぜひお会いしましょう。ゆきさん本当頑張って。道徳の教科書捨てたって言われた。違うんだよ、最後の励ましこそがうさんくさいから。確かに違うってのは本当に思ってるから。ああ、本当にごめん。まずあとちょっとね、皆さん、本当ちょっとだけ、ロロさん、英語でロロさん、なんか新しい人もいっぱいいて嬉しいね。3週間後に健康診断があるのに食べたばかりで全然ダイエットができません。身も心も引き締まるよう叱ってください。これは叱っていいね。インチキめ。あのね、インチキしちゃダメよ。その因果応報なのよ。だからそうやって食べてさ、結局そうなっちゃってるわけでしょ。そのほんと陰謀である。君は頑固で物分かりがないね。陰銀無礼な女だ。ごめんなさい、違うんです。これだから、これだから、これだからね。ごめんなさい、ダイエット頑張ってください。僕も頑張りたい。コアロルビーさん、洗濯物を畳むのがめんどくさくてソファーの山になってるんです。せっかく洗ったのにシワクシャです。ダメですよね。役立たずめ。ひどい、ひどい、マジね。焼きを入れるからね、本当に。気分を引き締める引き締めるために本当に焼きを入れる。君には本当にもう役体もないね。何の役にも立たない人を罵ること。虐待がないね。ちょっと待って、本当にごめんなさい、こんなつもりじゃないよね。ごめんね、違うんだよ。ひえって言ってる人いる。違うごめんなさいみんな。ごめん本当に。大みじんこ、みじんこさん、
ソファーで小説を読んでいたらメイク落としも歯磨きも着替えもせずに寝落ちしてしまいました。午前3時に寒くて目が覚め、歯磨きだけは何とかしてそのまま寝てしまいました。叱ってください。そういう時もあるよ、疲れてんだよみんな本当に。あのね、三下だね君は。一番新参者であり一番の下回り、三下。その三太郎でもあるね、間抜け、アホな人をの罵ること。ちょひどすぎるなこの時点。三太郎に悪いよ、三太郎さんに悪い。違う、これ違う、これ言葉にあるからね、はい、ごめんなさい。ちょっと待って、大丈夫これ本当に。意外とこういう月の瀬さん、ルノセ、ルノセ、月の瀬、ルノセさんね、かっこルノセさん。広瀬さんに 3,4 年前からずっと夢中で浮気はしてないつもりなんですが、浮気するなって叱ってほしい。浮気するな。仕事を頑張れ気力が全然湧かなくなってしまったので頑張れって叱ってほしい。頑張れ。どういうこと。決められた言葉ね。いいよいいよ、うん、なんかそういうことをさ、もう俺に決められた言葉言うのが厚かましいよね本当に。浅ましいね。あっけに取られるよ君の言葉を見てると。これでも望んでないパターンあるからさ、自分で決めてんのにさ、勝手にさ追加で言われるの可愛すぎる。嘘、ありがとうございます。キラさん本当ありがとうございます。今後とも見てください。すいません、ありがとうございます。つばささん、1年ほど前に広瀬いいねキャニメプライム会員プレゼントを当選しました。おい、同志の紙にツイートして拡散してほしいとあったのにまだしてません。してください、それはしてください。お願いします、ぜひお願いします。ありがとうございます。さあということで、ちょっとバリ雑言で終わるのもこれどうなんだろうね。これ、いや喜んでるから、チェキを取ってその場で印刷をします。これからで、チェキは今見てくれている視聴者にプレゼントします。なので今見てる視聴者だけが抽選を受けられるようにキーワードを設定して今日の感想をつぶやいてもらうで抽選ってことで、で今日中ってことね。じゃあ今日中の方がいいよね、明日ってなるとまだ。じゃあ今日、そう、じゃあほんとこう今ちょうど生で見てる方だけ限定。これはアーカイブ何分だけ残す、残さないでいい、残さないでいいんじゃない。そのまま次の日に YouTube 20時から残して、でもうこれを追加したらすぐ消します。で明日あげます。で今から言うキーワードを、はい、つぶやいてもらうと。 DM でもキーワードつぶやいたら見てない人も分かるのでは。あ確かに、いやそうそうだよな、キーワード今見てない人も分かっちゃうよね。あ、だから全然関係ないキーワードにするってことか。そんなに残さないんで、そもそもアーカイブで広瀬いいねとか広瀬っぽいことを一切つぶやかない。あ、文章に混ぜるとかはだって広瀬いいねとか広瀬ダメだから、それを今そのキーワードをそのそれが決めよう。でもいいのかな、こんなんつぶやいて、あ、いいやつね。そう、あのあんまり使わないよね。普通に広瀬いいねで今日の感想をつぶやいてもらうんですけど、その中にどうしようかな、いい感じの、ちょ、いい感じのね、普段使わなさそうな、脳みそが足りてないで脳足りん、脳足りんっていうのが、脳足りんっていうのがあるんだけど、ちょっと可愛くみんなあのひらがで脳足りんっていう感じにつぶやけばさ、あ、なんかそういう脳足りんっていうキーワードを混ぜて、うん、今日の配信の感想をつぶやいてください。だそう、一応この意味は脳みそが足りないことっていう意味なんですけど、それを使って広瀬のことも罵ってだから漢字で脳足りんって書いちゃうとちょっとそのすごい失礼な言葉になっちゃうので、ひらがなでポップな感じで脳足りんみたいな感じで、そう今のびっくり、脳足りん、お、いい、なんかそういう方がいるっぽい感じになるから、かわいいから、この脳足りんという言葉を入れて、ハッシュタグ広瀬いいねで感想を入れてください。もう別にいいよ、最後に脳足りんだけでもいいんで、そしたらその方にあのチェキをやります。あ、ここのここじゃないですよ、ここのノートにじゃなくてツイッター上でお願いします。はい、で今見てる人だけなので、じゃあチェキ取ります。はい、自撮り取りました。そしたらその写真僕に送ってください。はい、それを送ると何もう出てくるの。これは今ね、令和の最新機器だからね。完璧だ、あ、今自撮りした。バリ雑言と一緒に映ってるの面白いな。おい、ちょっと皆さん見えてる？見えてる？見えてる、見えてる。そう、見えてる。ここから出てくるんだって。出るぞ。出るぞ。見てて。行け。なんか酒飲んだ人みたいな。出るかな？ちゃんと出てくるかな？ああ、行った。ウィーンっていたよ。これ案件みたい。ほら。おお！出てきた。すごい。すごい。こういうのがあるんですね。いいよね。すごい。で、これをそう、ちょっと放置してもらってスマホで撮った写真が一人チェキになる。
おお出てきた、じわじわ俺が出てきたよ。ほら見せて見せて、待って待って、まだまだじわじわ俺、ほらじわ広瀬、このままでもいいしね。どこがええねん。かわいい写真をチェキにできるっていうのはいいよね、うん、確かにね、これ盛れるし、アプリで盛ることができる。すごい、これはね、もう全部これでいいんだよ。1万2000円しますもん、この機械は。1万、ね、今なら1万2000円です。高いね、高いんだよね。もうちょっと倍率上げてほしいです。それはもう広瀬さん、もう3枚ぐらい取ろうか。じゃああと2枚、だから倍率増根時点と、うん、じゃあ3枚にします。さすがに1枚はね、かわいそうかい。さすがにちょっとあれだ、次の写真くれるかい。自撮りして、じゃあバリ増言と、うん、ちょっと怒り、怒りな感じで板橋、バーコードをさ、バーコードを手で板橋を板橋に殺到するから、その方すぐ借りられちゃう。いいね、いいね、はい、増言感がある、はい。年末ジャンボレベルっていうそんなじゃない、そんなじゃない、宝くじのままじゃない。あ、かわいい、いきまーす。おい、おのおのやりすぎだよ、それぞれ。え、かわいい、もう一枚一応取りまーす。あ、かわいい。これ何の方、何の配信これ。おのおのが自由に動き回る配信。一応確認してください。はい、自由。出てきましたか。出ましたよ。3枚にした。じゃあ3枚にしました、皆さん。しょうがない。じゃあノータリンで、イントネーションはノータリンですから。おじさんのチェキもくださいだって。いらねえ。あるな。一枚一枚でもあるけどね。マジで見かけたら取れよ、勝手にメタル。100枚私に取らせてほしい。いいよ、取って俺のこと。NFT にして売ろう。うん。ヒロさんの。さあ、あでも結局出てきたよ。ほら、1個出てきたよ。ちょっとじわじわ出てきた。これどう見えてる？見えてる見えてる。じゃあじゃあ。北林さんの時期も欲しいってさ、あれ知ってるの？あれ知ってる人いるの？ PC 北林さん。全部見てくれ。ポニキャン、ポニキャンファンがいるな。身内じゃねえか。誰だ？北林さん。北林さん。自演自分で人気あると思う。自演自演。お前北林自演してんだろ。北林さん。北林さん自演自演してますか？はい。あ、広瀬いいね、バリ増言サイン会。いや、ダバいってそんなしてたらしい。北林の時期も欲しいって。鍋チェキ、ちょっとね、怒りはね、ちょっと薄いけど、こんな感じで見えてます。あ、いい、いい感じ。怒りゆうや。いいね。おこゆうや。おこゆうや、いいよ。見えてましたかね、皆さん。うん、バリ増言いいな。どれがいくかは、どれがいくかは、ランダムです。ランダムです。はい、なので、ちょっとサインも書きます。はい。日付も書いておこうかな、今日。うん、あと100回記念って。あ、100回記念って。うん、100回記念かけるもんだね。字かけるんだね。かけるわ。100回記念ペンの持ち方可愛いですねって煽られてるよ。違う、煽られてない。煽られてないのよ。可愛いでは本性だよね。本性、本性じゃなくてなんだっけ。 本音だよね。保育士の方が言ってんじゃないですか。あ、嬉しい。ティナちゃんみたいで、持ち方もわかんないんだ。1回記念、タグはありです。広瀬いいねのハッシュタグ、はい、広瀬いいねのハッシュタグでお願いします。で、この100回記念の配信の感想の中にノータリンをうまく混ぜ込んで入れてください。縦読みノータリンでもいいよ。今日は 何日でしたっけ。2022年の9月30日です。9月30日、明日から10月新10月を英語で言うとオクトバース。オクトーバータコ、タコ召喚してオクトパース。早間さんはオクトパース。え、どういうこと？早間さんはオクトパース何？あ、マジ見てみて。はい、こんな感じ。ちょっとどう？いいじゃん。どう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 。あ、いいじゃん。こういう感じで。キラッチしてるよ。ちょっと3枚。今まで一番いいかもしれない。確かに。これはみんな欲しいな。こういう感じで。めちゃめちゃいいじゃん。どうですか皆様。え、めっちゃよくない？確かめっちゃいいわ。え、一番いいわ。俺も欲しい。俺も欲しい。俺も欲しい。俺もつぐだ。ちょうど3枚ある。ああ、いいね。総取りだ。ちょうど。見えてますかね。あ、はい。はい。ということで、こちらを3枚、ぜひ。振ってご応募ください。振ってご応募ください。ということで、ちょっとこういう拙い放送になってしまいましたけど、この YouTube って言ってて、Twitter なんて本当に申し訳ございません。なんですけど、あの、明日に。もう一回生配信っぽいものをだから、ああ違う、やるんじゃなくてこれをあげるから、アーカイブをそのプレミアム公開っていうやつで生配信のように
まるで生配信を予想、まるで予想連続生配信してるから、ね、なのでぜひ皆さんもう一度一から見ていただいて、で最後だけ YouTube 特別で最後まで最後だけなんか YouTube の特別版があるらしいのでぜひ皆さんお願いします。そして今日ねここまで見てない人もいると思うんでね、このいいネタメレでなので皆さんぜひアーカイブも見てください。で、このさっきのチェキのやつはもう一回言いますと、ハッシュタグ広瀬いいねで今日の番組の感想をつぶやいていただいて、その中にノウタリンっていうひらがなノウタリンと入れてくる。正気じゃないどんな番組、俺キーワードまで一番聞いたことない、ノウタリンなんて聞いたことない。何時からですかって聞いて、まるで生配信何時からですか。20時からです。20時です。はい、まるで生配信、まるで生配信、いいね、タイトル決まったらまるで生配信します。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。明日から10月ですからね、皆さん、10月だけ何もなくて風邪ひかないようにね、風邪ひかないようにね。はい、ということでありがとうございました。最後多分縦になっちゃうかも、ほらなるね。バイバイ。はーい、バイバーイ。さあ喋ってる、喋ってるから、もう始めんのもう始まってる、もう始まってる。いや本当に最後まで見てくださった方本当にありがとう。昨日も見てくれた方本当に嬉しい。ということで特別な映像もここでしか見れないグッとくる映像もうやりたいと思います。沈む感のある映像、発掘恐竜チョコやりますイエーイ。こんなんもう見たことないやん、こんなんの俺も初めてやるからマジ初だし。なんかいろんな恐竜が入ってる、この中にいろんな恐竜が入ってるんだって。あーそうなんだ、それはランダム。そうそう、本当だ。形は全部で8種類。お難しいで、シークレットもあるらしいから、これシークレット俺が聞いたらこれはすごいね。広瀬さんの形なんじゃない。え、俺の形が出てくる、これスペシャルな映像だよ。そしたらでは開けたいと思います。うわすごい、え、早っ、え、うん、え、もう割れた、え、いや、もう出てきちゃった違う違う、そこから発掘するんだよ。うわ、どうやって発掘するんだ。これ難しいやつじゃない、それ難易度いくつ、難易度高いこれ、難しそうじゃない。え、裏ってそっちじゃねえ、バカだよよかったね。いや、まあ、バリ総合辞典書いてあったよ、うん、どれこれなんだろう。あ、双葉鈴木流かな。難易度はいくつですか。レベル3です。あ、じゃあちょうど良さそう。一番難しい、一番難しいだったら1から3だから。え、あ、1から3なの。これだ、よし発掘します。お願い。どうやって、手で割る、手でやるのこれ。そうそうそう、スマヨシみたいなのじゃないんだ。あ、割れないように。あ、そういうことか。そうそうそう、難しいかもね。白いとこ割ったらもう食べよう。おぉ、うまいじゃん。ちょっと待って、え、俺、ま、ん、そうだよね、こっち側から撮った方がいいな。ちょっと待って、彼女目線で見るから俺に任しとけ、俺が恐竜を発掘する。お、いいよいいよいいじゃん、うまい。おぉ、うまい、声でかテンション上がっちゃった。お、いいじゃんいいじゃん、いけそう。ここはまず、ここはまず頑張っていかないとね、うん、難しいのはここからなのよ。まずここを分解します。これ、はい、はい、発掘完了発掘完了。え、あ、それいいんだ。それ何、それ、それ何、離れてるの、何これ、いる、これ離れてる。一番難しいのが次、ここなのよ、ここ。そこできる、いや、怖、ちょっと、いや、これ無理だろ。ちょっと、気合い入れる言葉、こっちにちょうだい、見ててって、見てて。あーねバッキリいってんじゃん、首が。食べちゃったよ、食べちゃったよ。うまっ、おいしい、うん、おいしい。え、これはもう他はできたの、そこが折れた以外は。うん、そこ以外はできてる、ね、ほら、ほら、こうしようすげえ、変えた、頭なくなっちゃった。さすがバンダイさんのチョコだ、おいしい、味もうまいわ。香りがすごいよね。うん、香りがすごいって何、素晴らしい。はい、ということで、もう一個あるよ。海もある、海、海の恐竜編もある。じゃあもう一個あります。キャラタッチ、うわすごい、海、見て。青い。ロウ。これは難易度は、切り方がビリビリで。なんかツヤがすごいな。いいとこ。いいとこ。シークレットじゃない？え、シークレット？シークレットじゃない？マジで？いい匂いって何だこの匂い。チョコじゃない、違う匂いなんだって。違う匂いじゃない、味が違う味が違う。そうでしょ、ってこういう中にないもん。ほら、ない、もしかしてちょっと拡大してみて。あ、ない、いや、ほら、俺だよ。ついにシークレット引いたんじゃない、きたー。
な。いや、ないないない。ノイノイノイ。これだ。あ、これだ。なんだ。スピノサウルス。あんじゃん。バカバカ。ないよ、2。ちゃんと編集しなさいよ。しっかりしなさいよ。ないよ、2。難易度見ながらいけるよ。いきまーす。おい。あ、大胆にいくね。おい。おい。おい。嘘だろ。お前さ。マジで。すげえ、また首いってんじゃん。首折りがちなんだよ。おい。おい。おい。おっ。ど下手だ。ねえ、ちょっと。うやー。ごめんな。うん、味が違う。何味？ミント味？分かんねえか。ちょっと待って、食べてみて。じゃあ何味これ。ノータリンだからわかんない。ノータリンね、可愛くて。うわぁ、何味これ。ほらなんか言ってんじゃん。これ難しいって、これ何味。これ書いてないの、何味か。んなんか、お風呂の味ですね。すんなじ、あマスカット味でした。言われるとマスカットだ。うまい。めちゃくちゃ美味しい。誰に言われたの。はい、みんなも挑戦してみて。みんなもぜひこの恐竜発掘してみてね。じゃんけんじゃんじゃんけんポン。怒らせるぞマジ。はい、ちゃんと編集してよ。